こんにちは。一生太らない食トレーニング研究所所長の管理栄養士木下智恵です。先日50歳誕生日記念にエクオール検査をしました。エクオールは女性ホルモンとよく似た働きをし、シワの軽減、更年期症状の緩和、骨密度の維持など女性の健康と美容に良い効果があると期待されている成分です。エクオールは大豆製品に含まれる大豆イソフラボンと腸内のエクオール酸性菌によって作られるので、大豆イソフラボンをせっせと食べてもエクオール酸性菌がいない場合はエクオールの恩恵を受けることができません。なんと日本人の2人に1人はエクオールを作れていません。50歳になり更年期真っ只中、女性ホルモンがどんどん減っている実感があったので、自分の体でエクオールが作られているのかどうかが心配になり検査を受けました。検査の詳細については別の動画でお話をしています。動画説明欄にリンクを貼っておきますので、興味がある方はご覧ください。気になる検査の結果ですが、無事に所長の体内でエクオールは作られていました。エクオールの酸性量は少し足りませんでした。というのも、所長は毎日大豆製品は食べた方がいいと思っていても、大豆製品は含まれるタンパク質に比べて質の割合が多いような気がして、 2,3 日に1回しか食べていませんでした。大豆イソフラボンもエクオールも数日内に体から排出されてしまいます。取りだめすることはできないので、毎日コツコツと食べることが大切です。ということで、エクオール検査をしてからは大豆イソフラボンを取るために毎日大豆製品を食べています。と言いつつ、大豆イソフラボンって何って聞かれた場合に、大豆イソフラボンは女性の体に良い成分で大豆製品に含まれているんだよとしか答えられないので、調べてみることにしました。今日は大豆イソフラボンとは一体何なのか、そしてどのような効果があるのか、どのぐらい食べたら良いかについてお話をしていきます。大豆イソフラボンは大豆に含まれる成分ですが、栄養素ではありません。栄養素とはタンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル、5大栄養素のことを指します。大豆イソフラボンは栄養素ではなく機能性成分です。機能性成分とは、生命維持に欠かせない5大栄養素ほど重要ではないものの、健康の維持・増進、病気の予防に効果を発揮する食品の成分のことを指します。機能性成分は大きく3つの種類に分けることができます。1、食物繊維。2、フィトケミカル、ファイトケミカルとも呼ばれます。3、プロバイオティクスです。大豆イソフラボンはフィトケミカルに分類されます。フィトケミカルは野菜や果物、海藻のような植物性食品に含まれる化学成分で、その大部分は植物の色素や香り、アクなどの成分です。これらには有害な活性酸素を除去する作用があり、がん予防や老化防止などの効果があるとされています。フィトはギリシャ語で植物、ケミカルは英語で化学物質の意味で、植物性の化学物質を指します。フィトケミカルは大きく5つに分類され、その1つがポリフェノールです。ポリフェノールは植物の色素やアクで抗酸化作用があります。ポリフェノールといえば赤ワインやチョコレートが有名ですが、ほとんど全ての植物に存在し、たくさんの種類があり、大きく分類するとポリフェノールはフラボノイド系とノンフラボノイド系に分けられます。フラボノイドは植物自身が紫外線による活性酸素から身を守る抗酸化作用や、種子を害虫から守るための抗菌作用など自己防衛機能のために作り出している物質です。大豆イソフラボンはフラボノイドの一種で、マメ科の植物に広く分布しています。大豆イソフラボンは特に大豆の胚軸、将来茎になる部分に豊富に含まれ、大豆製品に多く含まれています。イソフラボンについて期待される効果は4つ。1、コレステロール減少効果。大豆イソフラボンは女性ホルモン、エストロゲンと分子構造が似ており、似たような作用をするので植物エストロゲンとも呼ばれています。エストロゲンにはコレステロールを下げる働きがあり、
イソフラボンも同様に血中コレステロールを下げることが報告されています。2. 骨粗鬆症の予防と改善効果。閉経後の女性はホルモンバランスが変化し、骨の中のカルシウムが減少するため骨粗鬆症が増えます。イソフラボンは女性ホルモンバランスの正常化を促す効果があり、骨密度の低下を改善する研究が海外で進められています。 3. 更年期症状の緩和と改善効果。エストロゲンと同様の働きにより女性ホルモンを適正な量に保ち更年期症状を緩和します。 4. がんの抑制効果。イソフラボンは女性ホルモン過剰が引き金となる乳がんを予防することが明らかになっています。また前立がんの予防に対してもイソフラボンが効果的に働くことが報告されています。ライズイソフラボンは更年期の女性にとってとても大切な成分であることを分かりました。体に良いならたくさん食べても大丈夫？子宮内膜症の発症にエストロゲンの持続的かつ過剰摂取の影響が指摘され、大豆イソフラボンの錠剤の長期摂取によって子宮内膜症の発症が増えることが報告されています。1日 150mg の大豆イソフラボンの長期摂取は健康被害が現れるようと考えられています。安全性に考慮して食品安全委員会では大豆イソフラボンの安全な1日摂取量の目安量の上限値を大豆イソフラボンアグリコンとして70から 75mg、 特定保険用食品としての大豆イソフラボンの安全な1日上乗せ摂取量の上限を 30mg としています。また妊婦および胎児、乳幼児および小児については特定保険用食品として日常的な食生活に上乗せして摂取することは推奨できないとされています。妊婦さんや小さいお子さん以外でも通院治療中の方や服薬中の方がサプリメントで摂取するときは医師に確認することをお勧めします。やはり体に良いものでも摂りすぎは良くないことが分かりました。では大豆イソフラボンが大豆製品にどのぐらい含まれているのでしょうか。確認していきましょう。大豆イソフラボンは大豆を原料とする食品のほとんどに含まれていますが、原料大豆の種類や食品の製造方法などによってその含有量は異なります。食品安全委員会が公表している大豆製品に含まれる大豆イソフラボンの量をもとに一覧表を作成しました。大豆製品を摂取する際の参考にしてください。大豆イソフラボンが女性の健康に良いからと大豆製品を過剰に摂取したり、サプリメントで摂取するより大豆製品を取り入れた5大栄養素のバランスの取れた食事を毎日食べることが大切です。大豆製品はタンパク質や日本人の不足しがちなカルシウムが豊富に含まれ、低脂質低カロリーな食品です。目安としては1日に 100g、手ばかりでいうと片手に塗るぐらいの大豆製品を食べるようにしましょう。いかがでしたか？この動画を見て大豆イソフラボンについてよくわかった、ためになったと思われた方はいいねボタンを押してお知らせくださいね。次回はエクオールを十分作るためにはどのぐらい大豆製品を食べたら良いのかについて調べましたので、チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録と通知をオンにしてお見逃しないようにしてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でお目にかかれることを楽しみにしています。オンラインで一生太らない栄養学入門料理教室開催しております。詳細は動画説明欄よりご覧ください。